日本の宝石、日本の至宝と呼ばれた久保建英に続き、19歳で世界最高峰のクラブレアルマドリードの下部組織に所属しているピピこと中井卓弘。中井がレアルマドリードに入団した際は日本でも大きな話題を呼びました。2020年にはイギリス大手の新聞であるガーディアンに世界で最も才能のある若手選手60名にも選出されています。4年後には23歳になり、日本代表で活躍していてもおかしくない年齢です。現在はトップチームの練習にも参加しており、2022年にバロンドールを獲得したカリム・ベンゼマなどと一緒に練習しているとのこと。そこで今回は日本の将来を背負って立つと期待される中井卓弘についてご紹介いたします。2003年10月24日生まれ、滋賀県大津市出身の19歳。ポジションはミッドフィルダー。2022年時点での身長は183センチ、体重67キロ。ピピとよく言われている中井ですが、その愛称の由来は幼少時からうまくいかないことがあるとピーピーと泣いてしまう性格だったことから来ているそうです。幼少期、中井は地元のサッカークラブであるアズー滋賀 FC に入団しました。当時から中井の技術は圧倒的で、小学2年生の時点ですでに6年生を相手にプレーしていたそうです。2012年にレアルマドリード主催のサッカースクールに参加し MVP を獲得。そこでレアルマドリードの指導者の目に留まり、翌年スペインで正式な入団セレクションを受験。世界中から集まった才能の原石、約50人の受験者の中で合格したのはなんと中井ただ一人。ドリブルなどの質が高いこと、視野の広さ、判断力が評価され、中井は日本人初のレアルマドリード入団を成し遂げました。かつて FC バルセロナの下部組織で活躍していた久保建英と共に将来を期待されることに。中井が世界的に注目を集めることになったのは11歳の頃。レアルマドリードのトップチームで活躍していた当時ブラジル代表のマルセロが中井の技術に驚いていた様子が映像に収められていたのです。マルセロは高いテクニックと攻撃センスを発揮し、世界最高のサイドバックと呼ばれていたこともありました。そのマルセロが中井の技術に驚いていることがまずすごいですよね。中井は競争力のある環境で技術を高め、飛び級もしながら順調にステップアップしていきます。そして今年に入り、2025年までの契約延長も勝ち取りました。現在は元スペイン代表でありレアルマドリードのレジェンドのラウールが監督をしているカスティージャに登録され、トップチームの練習にもたびたび参加しているようです。元ドイツ代表のトニ・クロースやスペイン代表のナチョ・フェルナンデス、フランス代表のフェルランド・メンディーら世界トップレベルの選手と日々練習をしている中井の環境は本当にすごいですよね。周囲からもここに日本人がいるのはすごいと驚きの声が上がっています。しかし現状トップチームに正式に所属できるレベルではないようです。契約を延長したとの報道をされていましたが、それで何かを保証されたわけではありません。一つ確かなのはトップチームはまだまだ遠い存在ということなのでしょう。今年の5月時点ではマドリードのカンテラの関係者は、技術的には素晴らしい、しかしプロを目指すにはプレー強度を高めなければならないと語っていることから、ポテンシャルはあるものの今一つ上に上がるきっかけがないように思います。しかし9月に入ると下部組織とファーストチームの練習を行き来している中井の現状が報告されました。アンチェロッティ監督はレアルマドリードの専門メディアにて、クラブは彼のプロジェクトに大きな自信を持っている、彼の成長は順調に進んでおり、下部組織とファーストチームの両方でチャンスを与えたいと考えていると中井について言及しています。元日本代表の本田圭佑は自身の YouTube にて中井に関して質問されると、プレーを見たことないから多分外れますよと前置きをしつつ、レアルの B からトップで成功した選手はほぼいない、レアルの育成はほぼ失敗している、あんまり力は入れてないんじゃないかなと、レアルの B チームからトップで活躍するのは難しいとコメントしていました。ですがここまで注目されている選手ということで、中井の今後が楽しみですね。中井のポジションはボランチやセントラルミッドフィルダー。トップチームで10番を背負うクロアチア代表のルカ・モドリッチに憧れており、中井自身もモドリッチのような10番の選手として考えられていました。ところがフィジカルの向上や判断力の高さなどが評価されるようになり、ポジションを一列下げた方が生きるとされました。時にはサイドでも出場しており、中盤なら幅広くプレーすることができるのが中井の強みの一つと言えるでしょう。数多くのポジションを経験することでチーム、監督の助けになることが多いので、複数ポジションをこなせることは非常にいいことです。そして中井の最大の魅力といえば卓越したボールコントロール。マルセロを驚かせた技術は健在で、狭い局面でのボールタッチやトラップなどに非常に長けています。この技術力を生かしたキープ力には光るものがあり、ボールを失う機会が少ないのです。中盤でボールを失わないことはチームの大きな助けとなります。そして中井が評価されているのはテクニックだけではありません。状況判断力やポジショニングなどサッカー IQ が高いと言われているのです。日本人は外国人に比べて骨格や身体能力が劣っており、中井も足が速い方ではありません。しかし状況判断が素晴らしく、先を予測し
適切なポジショニングを取ることでスピードをカバーしています。守備では相手のパスコースを潰したり、攻撃でも有利な状況にある味方にボールを供給したりと、中井の判断力、ポジショニングの良さが分かることでしょう。優れたボールコントロールと高いサッカー IQ が掛け合わさり、中井のゲームメイク力が生まれるのです。中井は長短のパスを使い分けることでゲームを支配し、自チームの攻撃のスイッチを入れたり、相手チームの攻撃の機会を潰す選手となっています。レベルの高いチームの心臓となりつつある中井、今後の課題はフィジカル面で、中井は線が細いと言われ続けてきました。フィジカルを補うテクニックを持っているものの、体をぶつける機会が多いポジションのため、フィジカルの強化は避けては通れません。また試合終了まで高いプレー精度を保つことも必要で、スタミナ、集中力ともに鍛える必要がありそうです。それでも厳しいレアルマドリードの世界で昇格し続けているので、今後の伸びしろとして期待したいところですね。中井はトップチームでの出場はないものの、フベニール A では存在感を発揮しています。リーグ戦第30節のバジャドリード戦では、相手選手を3人引きつけ、フリーの味方にスルーパス、このプレーが得点につながり、チームは同点に追いつきました。他にはコパデルレイのアンダー大会決勝戦で、延長前半に値千金の決勝ゴールを叩き込んでいます。こぼれ球に反応し、強烈なシュートを突き刺し、チームを優勝に導きました。後方から得点の気配がする場所へのポジショニング、シュートコントロールと中井の良さが存分に発揮された場面でした。最近だとアンダー19日本代表として臨んだアンダー19スペイン戦、長い手足とテクニックを生かしてボールを運んだり展開している中井、技術に優れていると評価が高いスペイン相手にも引けを取らないテクニックでした。印象に残るのがボールを受ける時のプレーではないでしょうか。狭い局面でも体でフェイントをしたり、ファーストタッチの置きどころが素晴らしく、素早く前を向けるのが中井のいいところではないかと思います。またドリブルでも積極的に持ち運び、味方チームに時間を作るという点でも貢献しているので、このような場面をレアルマドリード、日本代表でも多く見ることができるといいですね。中井は現在19歳、2026年に北中米で開催されるワールドカップ開催時には23歳となり、メンバー入りしていてもおかしくない年齢です。久保は18歳で日本代表に初選出されていますし、現在開催されているカタールワールドカップでも数多くの若手選手が活躍しています。久保は21歳、フランス代表のエンバペは23歳、ドイツ代表のムシアラは19歳、スペイン代表のガビは18歳です。同じような年齢の選手がすでに世界のトップであるワールドカップで活躍しているとなれば、中井も次回のワールドカップに出場したいという思いは確実に強まっているでしょう。日本代表としても今後に向けて世代交代は必要となってきます。攻守にわたってハードワークするポジションであるボランチには運動量が必須。モドリッチのように37歳という経験を生かして活躍している選手もいますが、そのような選手はほんの一握りしかいません。日本代表の底上げという意味でも若い世代の台頭が望まれます。現在の日本代表の選手たちとの融合という意味でも楽しみでなりません。レアルマドリードに所属していることからも大きな期待をかけられている中井、次回ワールドカップのメンバーの有力候補として注目してみてはいかがでしょうか。中井が目指すべき目標は次回のワールドカップだとして、そこまでにどのようなステップを踏んでいくのがいいのでしょうか。直近の目標は2023年に開催されるアンダー20アジアカップ、そしてアンダー20ワールドカップとなりそうです。これらの大会に向けてアンダー19日本代表はスペインで合宿をしており、中井は4年ぶりに日本代表に招集されました。アンダー20ワールドカップはアンダーカテゴリーで世界の舞台で戦うことのできる数少ない貴重な機会、中井のためにも日本代表のためにも出場を決めておきたいところですよね。そして2024年にはパリでオリンピックが開催されます。オリンピックは23歳以下で構成されるため、中井のメンバー入りの可能性が高いです。中井の他にも久保や FC 東京所属の松木玖生、2023年からバイエルンに移籍する福井太一ら多くの若き侍が世界に挑みます。オリンピックに出場するためにもアジア予選の突破は最低ラインとなりそうです。東京オリンピックではベスト4まで進出しながらも準決勝3位決定戦で敗れ4位、メキシコシティオリンピック以来のメダル獲得を成し遂げてほしいものです。日本代表に継続して招集され続けるには所属クラブでの活躍が必須。レアルマドリードのトップチームに昇格することが最善とも思いますが、出場機会を得られず試合感をなくしてしまっては厳しくなってしまうでしょう。中井自身はあまり未来のことは考えず今を大事にやっている、目標はレアルマドリードのトップチームで試合に出ることと語っています。他にもワールドカップ、オリンピックに出場するのが目標だが、その前に所属クラブで活躍してから代表があると自身の状況を冷静に分析しており、非常に頼もしいですね。ブラジル代表のビニシウスやロドリゴのように若い頃から出場機会に恵まれれば言うことはありません。出場機会を求めた久保のようにレンタル移籍を経験するのもいいでしょう。
世界中から才能が集まり、日々研鑽を積んでいける恵まれた環境であり、厳しい環境でもあるレアルマドリード。中井の今後に大いに期待したいですね。いかがだったでしょうか。今回はピピこと中井卓弘について紹介しました。レアルマドリード所属という華々しい経歴ですが、浮かれることなく一歩ずつ進んでいるような印象でしたね。本当にうまい、このままレアルマドリードで頑張ってほしいという声も多くあり、中井がいかに期待されているかが分かりますよね。現在は大きくなった体の感覚に戸惑っているような印象を受けましたが、感覚がフィットすればさらにもう一段大きく成長してくれるかと思います。トップチームの練習にも参加しているようですし、モドリッチやクロース、ウルグアイ代表バルベルデなど最高のお手本の下で技術を磨いていってほしいですね。皆さんは中井に対してどのような印象を持ちましたか？感想やリクエストを募集していますので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。